浜松市に本社を置く河合楽器製作所の河合博高会長兼社長が亡くなりました。76歳でした。河合会長兼社長は浜松市出身で、1976年、河合楽器に入社。1989年に三代目の社長に就任し、2015年からは会長も兼ねていました。 社長時代の1999年には最高級グランドピアノ、シゲるカワイシリーズを発売するなど高品質なピアノの開発に尽力しました23日早朝、浜松市内の病院で心不全のため亡くなりました76歳でしたカワイ楽器は後日お別れの会を開くということです